襲ってくる気満々や。逃げなきゃ。せや、棒や、棒持ってるやろ。そいつで叩いて追い払うんや。はよ構えや、来るで。負けないよ。忘れとったけどな、魔物は二の国の至る所に潜んどる。ま、さっきみたいに追っ払えばええ。ほな、行くで、オリバー。あ、うん。でも、どこへ？まずは魔法の杖を手に入れに。杖ならここに。アホやな、自分。これやから素人はあかんわ。それは一時的なもんやろ。その棒で引き出せる魔法力には限界がある。ゲートは使えたけど、他の上位魔法はその杖では無理。自分ちょっと考えたらわかるやろ。そうなんだ。言うてたやろ、この先にゴロネール王国っちゅう国がある。その国やったら運が良かったら一つくらいどっかに残ってる可能性はある。魔法の杖ってそんなに貴重なものなの？いやー、昔は行さんあったんやけどな。闇の魔導士ジャボーが現れてから魔法自体撲滅されてたんだ。ジャボーは魔法を使うことを禁じて、使った者には呪いをかけるん。みんなジャボーを恐れて魔法を捨ててもうた。ジャボーはそんなに怖いの？俺かて人形にされとったやろ。やつの魔法力は絶対的や。それに人形に変えられたり呪いをかけられるくらいやったらまだ。下手したら心の一部を奪われて抜け殻人にされてしまうんや。抜け殻人、それってどうなるの？心を奪われて抜け殻人になったら悲惨やで。生きとんのか死んどんのかわからん状態で雑草のように生きるんや。あないなったらおしまいやね。だからみんなジャボを恐れるんだね。そんなの許せないよ。許せないっちゅうてもやな、どうにもならんのよ。俺らだけの力やったらな。だからお前はここに来たんや。お前やったらジャボを倒せるかもしれん。僕がジャボを？ああ、お前は透き通った心の持ち主や。透き通った心は闇の魔法を打ち消すっちゅう言い伝えがある。せやからお前にはジャボを倒せる本格的な魔法を学んでもらう。ええな。うん、やるよ。魔法を学ぶ。そのためにはまずは魔法の杖が必要ってわけや。それじゃあ目指すはゴロネール王国だね。そういうことや。負けないよ。
張ろう。どうやら門番は抜け殻人になっとるようやな。抜け殻人、前にも言ってたやつだね。せや、抜け殻人っちゅうのは心の一部を奪われた者たちのことや。心の一部を失うと人としての本来の機能を果たさんようになる。誰に奪われたの？決まっとるやろ、ジャボーに。ジャボーは自分に歯向かう者とか自分にとって危険な者たちを次々に抜け殻人にして戦う力を奪っていったんや。でもこのままじゃボロネール王国に入れないよ。負けないよ。Thank you.
負けないよ。負けないよ。よし、頑張ろう。待って、しずく。なんだお前たちは。何これ。これが古の木や。久しぶりでな、旦那。しずくか。わしに何の用だ。いやいやいや、一の国から客人が来ましてね。ほんでもって旦那にいろいろとお力を貸していただきたいと。お前はいつも困った時にだけやってくる。
全く調子のいいやつだ。すんません、旦那にはいつも感謝してます。しかしその子は長老もお気づきになられましたか。透き通った心の持ち主か。透き通った心は闇を打ち払う。しずく、まさかお前。はい、俺たちジャボーと戦いますわ。なんと、相変わらずバカなやつじゃ。よかろう、力を貸してやろう。しかしその前にその子のイマージンをどうにかせねばならんな。お、せや、確かに忘れるとこでした。旦那もこう言われてることやし、ちょっと早いけどお前にイマージェンの出し方を教えといたるわ。イマージェン？せや、イマージェンや。この二の国では自分の心を実体化させて戦士にすることができるんや。それがイマージェンというわけや。ここからの道のりではもっと強いモンスターが出てくる。せやからお前のイマージェンにも手伝ってもらおうっちゅうことやな。僕にできるかな。できるもできんもない、やるんや。おかん助けんのやろ。あ、うん。ほな、ええか、マジックマスターを開いてここでイマージェンの魔法を使ってみ。これがお前の心の戦士、イマージェン。心の戦士？そうや、お前の心の強さが実体化して戦士の姿になったんや。これで本当に戦えるの？おお、見て、なんだよこいつ。はあ、お前の心が強なったらこいつも強なってくるんや。わお。なんや？え？くそ、また来たんや。早速戦うで、オリバー。これ、どうするの？戦いのイメージを頭に思い浮かべるんや。そしたらそいつも戦ってくれる。わかった。戦いをイメージ。やってみる。負けないよ。
けないよ。負けないよ。いけ。負けないよ。いけ。負けないよ。いけ。
負けないよ。行け。負けないよ。行け。よし、頑張ろう。いけ。負けないよ。行け。
くぞ森の主を元に戻してくれた。あれもしっかり見つかっておるぞ。その前に礼代わりのプレゼントじゃ。プレゼント？おお、感謝です。わしの親友ロックストーンを預けよう。わしに負けず劣らずの知識人じゃ。旅の案内人となってくれるだろう。ストーン先生とでも呼んでおけば機嫌よくいろいろと教えてくれるだろう。そしてもう一つがトレビ。お前たちが求めておったものだが、これは人の心のかけらを入れる入れ物じゃ。抜け殻人を救うにはこのトレビンと心を受け渡す魔法が必要になる。共に授けようぞ。長老様、ありがとうございます。おお、きちんとお礼が言えるいい子じゃ。それに引き換え、なんですの、ちゃんと言いますがな。ありがとうって、ありがとう。相変わらずじゃの。まあよい、では行くがよい。それと少年よ、たまにはここに戻ってきてこの長老に旅の話を聞かせてくれ。それが楽しみでここで待っておるからの。はい、長老様。ほな行こうか。ゴロネール王国に戻るで。あの門番を元に戻してやらんとあかんからな。うん。負けないよ。Yeah.
けないよ。行け。やっぱり元には戻ってへんようやな。ねえ、しずく、なんとかしてあげないと。ああ、オリバー、いつから説明さる。まずはやな、イニシエの木の旦那にもろたトレビンを使って抜け殻人が奪われた心のかけらを集めてくるん。心のかけらって。じゃあから、人の心の一部のことや。人の心の一部、よくわからないよ。説明難しいな。やってみたらすぐわかんねえけどな。ひとまずやで、あの門番が失ってるのはやる気の心や。それを探してきて与えたら、あいつは救われる。でもそのやる気の心はどこにあるの？ほれ、もう一人の門番見てみ。よっと、恐ろしいまでのテンションの高さやろ。あいつはきっと有り余るやる気を持ってるに違いない。あのもう一人の門番からやる気をいただくん。わかった、やってみるよ。いいことないかな。こんにちは。今日も一日頑張るぞ。やっぱり迷うな。俺も冒険したいな。なんだ？なんだ？こんにちは。今日もいいことに。お、やる気をうまくゲットできたようやな。ほな次にそれを抜け殻人になっとる門番に渡すんや。うん、わかった。やっぱり迷うな。こんにちは。昼寝でもするかな。気がついたようやな。俺はどうしたんだ？なんでこんな。おお、お前もしかして正気に戻ったのか。ああ、なんか不思議な気分だ。心に突っかえていたものが取れたようなすっきり感だな。そうか、よかった。心配したんだぞ。今まですまなかったな。さて、体調も戻ったことだし、これまで以上に働かねばならんな。なら早速、他の土地からやってきた者たちが王国内に入れてくれと申し出ている。入国審査担当のお前の出番だぞ。よし、ここへ参れ、そこの者ども。
すごい、なんかいろいろ違う。おい、キョロキョロすんな。みんな珍しい服を着てるよ。珍しないわい、珍しいのはお前の方じゃ。え、変なの、変な格好やから。そんなに変かな。ん、おい、その一の国の変な服は早いとこ着替えんと。オリバー、行くで。うん。